お待たせいたしました。ゾゾマリンスタジアムです。千葉ロッテマリーンズ対東北楽天ゴールデンイーグルス、この試合の模様をお送りいたします。マリーンズの先発は左の小島、対するイーグルスの先発はベテラン涌井、この両投手の先発が発表されています。さあ、まもなく試合開始となります。右の涌井、マウンドに上がりました。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは荻野。第4球を投げた、スプリット、空振り三振。イーグルス追う展開で迎える2回です。ワンアウトランナーなしという場面で下鶴。第1球投げました、初球外れてボール。第2球投げました、決まってストライク。投げました、打ちました、これは平凡なレフトフライ、取りました。これで2アウト、ランナーありません。イーグルス、ここはなんとか追いつきたい。ワンアウトランナー2塁という場面で下鶴。第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、アウトコース高め、空振り。第3球を投げました、打った、強い当たり、入れば同点だ、伸びた、センター見送った、ホームラン、同点、ツーランホームラン、左中間スタンドへ突き刺さった、ストレートを狙い打ち、見事なホームランでした。イーグルスリードで迎える5回です。ワンアウトランナーなしという場面で下鶴、初球決まってストライク、まずは見送りました。投げた、危ない球。第3球を投げた、インローの直球はボール。次が4球目、投げた、4球目ストライク。次が5球目、投げた、打った、東取った、一塁送球、アウト、これで2アウト、ランナーありません。マリーンズ追う展開で迎える6回です。ツーアウトランナー一塁という場面で荻野、おつけて打った、一二塁間ライナーで破った、ライト前クリーンヒット、荻野いいバッティングを見せました。イーグルス同点のピンチを迎えます。投げた、打ちました、ボテボテの当たりはファーストゴロ、銀次そのままベースを踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして8対7、イーグルス1点差まで詰め寄られています。イーグルス追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で下鶴、今日はツーランホームランを打っています。さあ、次の投球、打ちました、ファール、追い込んで投げました、外角低めボール。第4球を投げました、ボール。第5球投げました、打った、打球は三遊間へ、セカンドフォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。さあ、夜空高し、イーグルスリードで迎える9回です。ワンアウトランナー一塁という場面で下鶴、アウトロー、ボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。さあ、次の投球、縦のスライダー決まってストライク、投球は3球目、投げました、打った、これは強烈、さらに伸びていく、センター見上げた、ホームラン、ツーランホームラン、下鶴今日これが2本目のホームラン、甘い球を完璧に捉えました。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。マリーンズ何としても得点を挙げたい9回です。バッターは清田。イーグルスここは何としても打ちました、ソン・チャーホーボールを取る、アウト、ゲームセット、イーグルス見事勝利です。本日の試合はイーグルスの勝ちでございました。勝利投手牧田、敗戦投手小島でございました。さて、本日のヒーローは鈴木、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は